伊豆箱根交通のコミュニティバスが本来止まるはずだったバス停に止まらず運行されていたとして国土交通省中部運輸局は文書で警告しました去年12月26日、伊豆箱根交通のコミュニティバスが本来の出発地点ではないバス停から運行を始め合わせて3つのバス停に止まらなかったとして 中部運輸局は2月監査に入りました利用者から乗ろうと思ったバスが来ないと連絡があり発覚したもので伊豆箱根交通は車両点検に時間がかかったため途中のバス停から運行を開始してしまったと説明したということです中部運輸局は運転手への指導が不適切で道路運送法違反にあたるなどとして 機能付けで文書で警告を行いました。